これ素晴らしいよ。うわ、乗り越えた。乗り越えたね。4000は4400ウォル。村上の表情が苦悶に苦悶に苦悶の表情だ。クールな滝沢、苦悶の村上。いや、あまりにも対照的な対面同士の関係、いやー苦しそう、村上苦しそうだ。顔を上げろ、終わってないぞ。おやあるぞ。おやあるね。おやある。滝沢が強い、中林が強い、東條が強いなんて分かりきってことだ。でもあなたも強い、諦めるんじゃないぞ、顔を上げろ。滝沢ってクールですね。クールですよ。これ怖いっすね、麻雀怖すぎるよ。っていうかなんか残酷やっぱり、うん、こんなに7位と8位にアエーで、あ、ヤン三シャンテンですね。重なりゼロですね、すごい三シャンテン。三シャンテンってことは10種ってことですね。だからヤンシャンテン実質ね、はい、あの重なりないからですね、赤嘘を打って次ドラの3ピン切って、はい、もういいよ俺国士って分かっててもっていう構えですね。うん、ヤンシャンテン、あ、須田さん、え、今日冒頭で何の話しましたっけ我々。薬満前線が北上中っていうか、はい、もう、ま、今ちょうど東京に来てるという桜の開花の前にこの M リーグスタジオには薬満前線到来中ですよね。国士無双出てないんですか今シーズン。何言ってるんですか園田さん。いいシャンテンだよ。間違あったじゃないですか。いいシャンテンだ。嘘だろ。9万9層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 やばい。誰も持ってないじゃん。やばい。9層3 9万4マジでやってる。やってるね。完全に前線来てます。完全に来てます。皆様窓を開けて外の空気を取り入れてください。薬満の匂いを嗅いでください。やばい。3枚4枚早いんだよね役この国士のね。3枚3枚だからまずいっすよね、テンパイしたらね。 誰が掴むかって話だもん、はい、そうですよ。今シーズンは開幕戦の10月3日にファイトクラブ伊達有沙のスーアンコ、さらにそこから役満が遠ざかりました。2023年に変わって2月の14日に二階堂亜希選手のスーアンコ短期、さらには2月の23日に園田選手が国士無双、そしてビアー滝沢キューバー危ない、滝沢キューバー危ない、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 キューバー危ない。行ったか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 行ったな。これは3万9万、これ完全に次元爆弾やばすぎる。村上は入る。9万3山須田さん行っちゃいましたね、はい、した4週連続、うん、行っちゃいました4週連続。先週の高宮選手のスーアンコに続いて滝沢危ない。あ、もうダメだね、これはダメか。いや、この9万が当たるなんて思いもしてない、思えない。これ東條も9万危ないよ今ね。危ないですね。みんなパーマンはパリシだ。あ、これで滝沢打たないですね。9万頭張れだ。見ちゃった。え、9万頭張れ。いやいや、だって滝沢切らないもん。滝沢切ったとしてもだから9万ダブロンですよ。これダブロンの頭根が来る。9万右に寄ってた土屋さん、村上のリーチで助かった。っていうか打つかもしんないよ。あ、本当だ、打つかもしんない。いや、嘘。これまさかのダブロンは、あー、すげーの出た。こんなのあるか、こんなのあるか。さあ、にらんだ中林、にらんだ。うわ、ふざけんな、俺の3万2000返せ。何やってんだよ村上。いやあ、嘘だ。こんなこと起こっちゃいけない、こんなこと起こっちゃいけない。信じられない、信じられない、信じられないよ。こんなこと起こっていいの、こんなことが。うわ、土田さん、はい、土田さん、はい、こんなに残酷な頭張れやつ僕初めて見た。初めて見たね。初めて見た薬満の頭張れ。この頭張れ今の中林の顔見てた。めちゃくちゃ睨んでましたよ。